1960年中華民国総統選挙は、1960年3月21日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。選挙方式は、選挙により選出された中華民国国民大会代表を通して投票される間接選挙であった。投票は台北の台北中山道で行われ、副総統選挙は3月22日に実施された。 副総統選挙は、総統選挙と独立集計され、現在のように総統と副総統の候補者が一括して選挙戦を行うものではなかった。投票の結果、中国国民党候補者である張解石が1481票を獲得し、第3代中華民国総統に就任した。同時に行われた副総統選挙では、国民党の陳世が当選している。 1960年、蒋介石は、総統の再選を目指したが、中華民国憲法第47条により総統は、再選を認めておらず、台湾国内の自由派の政治家である雷信、古敵、リマニ、コウタマなどは、蒋介石に対し再選を違法とする公開文書を提出し反対したが、蒋介石はなおも参戦に固執していた。 小解析の総統再選に法的根拠を付与するため、国民大会は規律投票方式で、動員観覧時期臨時長官の修正を成立させ、その第3条で動員観覧時は、政府総統は再任することができ、憲法第47条の制限を受けないと規定し、小解析参戦の法的根拠が与えられた。この他国大代表は憲法を修正し、総統選挙における当選規定を、 それまでの定員の過半数から国民大会出席者の過半数と修正し、大陸地区の国内代表の参加がなくとも選挙が成立するように改定した。3月21日午前、中華民国第三人相当選挙が開始された。国内代表は家計徳を主席に選出、国民党候補の小解席への新任投票となり、百七十六人が投票。 1481票の絶対多数票を獲得して、小介石は相当に当選した。また翌日行われた副総統選挙では1381票を獲得して陳政が当選している。ありがとうございます。